甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの23回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？まずはタイガースの先発谷口が甲子園のマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか？赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。打った、高く上がった、さあどうだ、真ん中左中間破っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。さあ、そしてバッターボックスには大島が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。引っ張った、これはどうだ、取った、一塁送球します、アウト、ワンアウト。さあ、そして打席にはアルモンテが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあ、やはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。もう一回持ってきました。これで追い込んでいきます。打ちました、セカンドうまくさばいて一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。さあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、やはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。バッターのビシエド、今シーズン得点圏での打率は1割9分。打ちました、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか？一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど、先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の小笠原。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか？注目の立ち上がりです。バッターは近本、昨日のゲームでは4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている中野、好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました、ボールになります。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、これでシーズン最多安打記録を更新しました。ワンアウトランナー一塁です。まあ、ここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。まあ、そうですか。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んでツーアウト。打順は4番大山、昨日はホームランを含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトになっています。初球打ち、打球は左中間へ、ここは打ち上げています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。2回の表ドラゴンズの攻撃、バッターボックス阿部、2試合当たりが出ていません。さて、タイガースの先発は谷口、これが今シーズン初登板となります。打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、
先頭バッターを出してしまいました。打席には6番バッター高橋。ここのところ当たりが出ていません。ヒットでセーフ、また牽制、一塁はセーフ。これが初球、送ります。ピッチャーが取る、一塁送球アウト、ワンアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁となりました。打席には7番バッター堂上。タイガース送りバントで進塁を許しています。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。ストライク、ストライクを先行させていきます。追い込み、空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振で2アウトです。まあここはバッテリーしてやったりでしょうね。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には8番の木下が入っています。切れていきます、ファウル。バッターボックスの木下、今シーズンのとこのピンチ見逃しで三振を奪いました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが連続三振で切り抜けました。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。2回裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターは5番佐藤。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは三振になります。ワンアウトです。打順は6番森下。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターは7番に入っている坂本。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトになっています。緩いボール決まりました。打ちました、堂上。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。まあこう低めに決まると手が出なかったんでしょうね。打順は1番に帰ります。バッター平田。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。次が3球目、打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。打席には2番バッター大島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。ここも空振り、変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。0対0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。打った、これはどうか、センターに抜ける。これが今シーズン250本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントもいいですが、盗塁もありですね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。ボールになります。変化球タイミング合いません。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。打ちました、ショートうまくさばいて二塁送球、セカンドホースアウト、
一塁伝送アウト、ダブルプレー。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球打ち、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。平田が掴んで3アウトです。回は4回の表、ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはアルモンテ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース得点に動きはありません。0対0で4回を見逃し三振、まず1つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど、さあこの後も好投が続くんでしょうか。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。これは完全にカーブにタイミング狂わされましたよね。打順は5番阿部、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました、難しいバウンド、中野一塁アウトでスリーアウトチェンジです。タイガース4回裏の攻撃になります。2番バッター中野、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っ、打ちました、取った、一塁送球します。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。打順は3番山川、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、引っ張った、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー二塁三塁としています。そうですね、いい形に持っていきましたね。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。そろそろ先取点欲しいですね。なるほど、そうですね。変化球打った、サードが抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。さあそして打席には佐藤が入っています。いいバッターが続きますね、チャンスですね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。左中間へ持っていった、これは大きな打球、大きな当たりが外野を襲っている、綺麗に破っていった、ボールは中継、サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン、タイガース先に点を取りました。2対0になりました。なおもチャンスが続きます。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。動きを見せたのは試合中盤、ここで先制しました。ここはどんどん攻めたいですね、さあそしてこのチャンスで打席には6番の森下が入っています。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね、さあこのチャンスでバッターボックスには真ん中のボール打った、このフライはどうだ、落ちるか、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガースついに均衡を破りました。4回終わって2対0、タイガース先制です。5回の表、里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。はい、打ちました、高いバウンド、セカンド弾く、
これはセカンドのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は7番堂上。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。エラーでランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはタイガースが谷口、そしてドラゴンズバントしました。谷口一塁へ送ります。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスは8番木下。タイガース送りバントで進塁を許しています。さあ点差を詰められたくないこの場面、見送ってまずはストライクです。外角低めのストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。さあバッターボックスには先発の小笠原が入ります。調子は悪くなさそうなんで続投させるということでしょうね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。ファウルボールです。3球目は何で来るか。ファウルです。このピンチ見事三振を奪いました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。いやー、いいストレートでしたね。まあちょっと手が出なかったんでしょうね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2対0タイガースがリードしています。5回の裏タイガースの攻撃、バッターボックス木浪。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の谷口がバッターボックスに入ります。ピッチャーとはいえ積極的にバットを出して打ちに行ってほしいですね。そうですね。ワンバウンドヒットになりました。これがプロ入り初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター近本。先ほどの打席はライトフライに倒れ、初球打ち、ファウルになります。甘い球だったんですけどね。打ち損じですよね。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。近本ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには中野入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。振ってしまいました。外の球打った。ファーストが抑えた。二塁へ送球。二塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。さあそして打席には山川が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。バッターの山川、今シーズン得点圏での打率は4割飛んで5厘となっています。いや、見逃し三振。ランナー釘付け。攻めきれませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5回終わって2対0タイガースがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏にランナーを置いてここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。2回の表ランナー二塁のピンチだったんですが最後は得意のボールで三振。先制を許しません。ランナーを二塁に背負いましたが最後は見逃し三振を奪います。先制のピンチをしのぎます。4回の表ここも三振、次々と三振に切って取ります。裏の攻撃、先制のランナーを置いて5番佐藤、ランナー2人を返すタイムリー。タイガース先制します。5回の表ランナーを二塁に置いて最後は空振り三振を奪います。得点を与えません。ランナー二塁のピンチ、最後はやはりこのボール、三振に切って取ります。ここはしのぎます。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。
ドラゴンズ打順よく1番から始まります。平田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。2番バッター大島、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。インサイド弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。打席には3番バッターアルモンテ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。ファウルになります。空振り三振、3アウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0タイガースがリードしています。6回の裏、さあタイガース、この回は4番から始まります。バッターは大山、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね。まあ打ちました。打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。さあ初球は何か。初球ボール、打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んで2アウト。打席には6番バッター森下、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。この回のタイガース打線です。打ちました。ショート取った。一塁アウト、3アウトです。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには5番阿部、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。谷口、まずは先頭バッターをファウルになります。抑えの効いたいいボールですよね。はい、低めストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。木浪、ツーアウトになりました。打順は6番高橋、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ツーアウトランナーありません。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。谷口が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。初球は何で来るか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。坂本、ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。打席には8番バッター木浪、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。さあ打席には先発の谷口が入っています。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打った、一、二塁間破っていく、ホームに送球、サードランナーホームイン、タイガース追加点、3対0。自らのバットで援護点をもぎ取りました。ここでピッチャーに貴重なタイムリーが出て点差を広げます。まあここはもうどんどん攻めてほしいですよね。追加点の欲しかったこの展開、しっかりと点を取ってきました。
打順はトップに帰って近本。タイガースこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。いやー見事な集中打ですね。どんどん続いて左中間へ、打球はいいところに飛んだか、ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点を挙げました。4対0、なおも三塁二塁のチャンス。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いやー理想的な形で点を取れましたね。この流れでもう1点欲しいですよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点となりそうです。この調子でどんどん行きたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には2番の中野入っています。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。6対0になりました。タイガースリードを6点に広げて、ここは当然という交代でしょうか。ドラゴンバッターボックスには3番山川。大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、初球打ち、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、レフト見送った、ツーランホームラン。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース8対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。4番バッター大山、タイガースホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや狙いすました、素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ引き続きここもつなげていきたい場面です。5番バッター佐藤、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。打ちました、取った、一塁へ、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番森下、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。これが3球目引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボックスには7番坂本、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は初球打ち、これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル。バッターボックスの坂本、今シーズンの得点圏打率は3割8分6厘となっています。いやー高い率ですよね。頼りになるバッターだと思いますね。ここも期待に応えてくれるでしょうね。はい、期待しましょう。低め、これは外れた。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。打ちました、左中間に強い打球。さあどうだ、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、9対0、タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。打ちました、サード取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあバッターボックスには先発の谷口が入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターの堂上、ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。はい、今ちょっとねフォームに関してコーチと一緒にいろいろ試していると言ってましたね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。変化球空振り、ワンアウトです。打順は8番木下、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。谷口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球で空振りを取ります。これで2アウト、9
バッターボックスには代打の福田。ツーアウトランナーありません。バッターは福田、背番号55。アウトコースストレートが決まっています。2球目決まっています。三遊間、木浪取って、一塁アウトで3アウトチェンジです。8回の裏、タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは佐藤。これで3日連続での登板となりました。打った、内野を抜けていきます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番中野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょう。インサイド落ちました。これはショート取った、アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。3番バッター山川、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。高めのボール、これはどうだ、セカンドの右抜ける。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは4番大山。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。引っ張った、この当たりはどうか、ライン際に打球が飛んでいる。レフト線を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、10対0。タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。バッターボックスは5番佐藤。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。今日は先発全員にヒットが出ています。いや、2球目打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。タイガース12対0。タイガースちょっと一方的になっています。6番バッター森下、先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました、堂上一塁送球します。ツーアウトになりました。7番バッター坂本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました、いい当たりだ、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。低めでしたが、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース14対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。バッターボックスは8番木浪。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、ヒットになりました。今日も3安打猛打賞、2アウトランナー1塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ドラゴンズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは谷本。今シーズン25試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。ライト方向を流しました、これはどうか、セカンド取った、一塁を送ります。一塁アウト、3アウトです。9回の表、さあマウンド上の谷口、無失点の好投でここまで来ました。里崎さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてます。打ちました、これはどうだ、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターボックス大島、今日はまだ当たりがありません。谷口、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。インコース決まりました、ノーボールツーストライク、見逃して三振になります。これでツーアウト。3番
バッターボックスは3番アルモンテ。今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードに。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。ボールカウントはワンストライクです。打ちました。ショート取った。これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。連勝が8となりました。里崎さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか？そうですね、今日はコントロールも素晴らしかったですし、バッテリーとしては最高の出来だったんじゃないですかね。そうですね、コントロールが素晴らしいと非常に見ていて気持ちが良かったですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の